にちは、山梨放送アナウンサーのハードキャッスルエリザベスです。いよいよ3月から本格的に始まる就職活動、学生の皆さんはハラハラドキドキしているかもしれません。今回のワクドキ山梨では、県内の企業でインターンシップや交流会などを行います県の取り組みについてお伝えします。学生の皆さん、親御さん、必見ですよ。ぜひチェックしてください。詳しくは月曜夜6時57分からの放送です。お見逃しなく。